東京臨海副都市大見東京大台場大江戸温泉物語東京大台場大江戸温泉物語は東京都江東区大見にあった温泉を利用した日帰り宿泊温泉施設である都との土地の定期借地権契約の満了に伴い2021年9月5日に閉館した江戸開府400年にあたる2003年3月1日に開業 通常の営業時間は午前11時から翌朝午前9時まで。宿泊施設、大江戸宿、伊勢屋と簡易宿泊施設、黒船キャビンがあり、宿泊することもできる。また、平日には宿泊施設を利用せずとも、レストルームや大広までの午前7時までの仮眠も可能である。江戸の町を都心に再現したお台場の新名所として、また気軽に行ける温泉施設として、 男女を問わず、子供からお年寄りまで幅広い人気がある。タイムスリップすることをテーマとしており、入館後は、施設が貸し出す、種類豊富な浴衣に着替えて過ごす。館内には、昔の江戸で親しまれた遊戯もできる。また、平成エンタープライズが運行する高速バス、VIP ライナーのオプションとして入浴できる。アルバイトに、インディーズ系お笑い芸人が多いため、 芸人の創屈とも呼ばれている。万談太郎が芸人仲間を誘ったのが始まりとされる。10年間契約の借地であるため、当初の予定では2013年に営業を終了するとしていたが、2015年度まで東京都との土地の定期借地権契約が延長された。さらにその後にも契約期間の延長交渉が行われたが、 契約の最長期間は20年と定められており、再契約もできなかったことから、最終的に2021年末をもって契約終了が確定。解体作業の期間も考慮して2021年9月5日に閉館することが、同年6月23日に発表された。ありがとうございます。